相模駅団駅伝学院リホカ、生命判断講座をやっておりますということで、今日はね、魔行をずっと進めておるんで、今回マミム名ですね、名です、味覚でございますということでね、はい、これでいいっていう方はね、ここでいざ進してもらったら結構ですということで、順番にこうね、あーからくどくど一文ずつやっている、ね、定評を完成させていくっていう、作業でございます。これなんでね、毎日毎日一個ずつやってるかっていうとね、間違えないように、これいっぺんにね、例えばまあ、一週間に一度、10日に一度って、見てもらったらいいって、言ってますけど、結構ね、間違ったりするんですよ。間違って書いてしまった。結構ね、来てるんですよ、メールは。個人的に。先生間違っちゃった。これな、これちょっと動画見直すん、めんどくさいんで教えてください、みたいなね。動画を見ろ。単純作業なんで勘違いするんですよね。うん、だからやっぱりね、こう毎日毎日積み重ねてる人がやっぱりいいのかなって、今日この頃思ってますね。はい、ということでね、この、ま、チャンネルが気に入った方はね、登録ボタンの方とね、よろしければその高評価いただけばとっても嬉しいですし、何か意見がある場合はね、コメントの方いただいたらね、勉強させていただきます。あとですね、ネオ占いね、まだの方はね、やってほしいっていうのであればね、書いていただければね、遠慮せず書いてください。ちゃんとね、順番に追いかけていきますんで。それでは皆さんごきげんよう。